では本日も毎日展望をお届けしてまいります。解説していただきますのはスポーツ報知の長谷明憲記者です。長谷さん本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと何ですかその中は。おしとやかな感じで、おしとやかな感じで今日は行こうかなと思ったんですけど、今の一言でバレたなと思いました。そうですね、いやもう連日暑いです ね、 暑いですね。もう本当は30度を超えてね、はい、あもう夏がやってきましたね。やってきました、はい、今節はもう皆さん汗をだらったら流しながら熱中症には注意してほしいぐらいの感じがしますね。でも暑いといえばね、はい、やっぱり今日は土用の牛の日なんでね。牛の日、土用の牛の日、うなぎ食べれるように頑張りたいですね。そうですね、はい、あのうなぎを食べてスタミナも満タンにして、はい、頑張りたいですね。はい、うなぎを買えるように頑張りたいと思います、はい、頑張ってください、はい、ということで第14回夜のスタート野郎決定戦なんですが、本日4日目準優勝戦日を迎えましたね、はい、さあ昨日ですね、までが予選競争となりまして、18名が出揃いました、はいはい、今日の9レースから11レースで準優勝戦が行われます、はい。さあ長谷さん、昨日は前半レースに10万周満周と立て続けに。そうですね、ちょっとなんかね、うん、荒れてるっていうかね、はい、このタイトル夜のっていう割にはスタート結構ね、はい、バラバラになったレースがあったので ね、 まあ満州が出たんですけどね、はい、まあ準優勝戦もスタートいけるのかどうか、うん、その辺でちょっと ね、 ねスタートがばらつけば、ね、波乱になるけど、スタートさえ横一線になればね、はい、まあ因が強いとは思うんですけどね、うん、はい、わかりました。ということで本日も一日ぜひお楽しみいただければと思います。それではまずは今日の、長谷記者の注目レーサーからフリップご覧いただきたいと思います。まずはそちらのフリップをご覧ください。さあ長谷さん、今日の注目レーサーなんですが、はい、運の幸四郎選手です。はい、そして注目ポイントをお願いいたします。リズムよし、陰も強し。はい、ということですごい語呂がね素晴らしくいい感じの、はい、合わせてみました、はい、ありがとうございます。さあ第11レースの準優勝戦を挙げていただきました、はい、まあね、まずはリズムよしというのは、うん、やっぱり1位で、ね、予選を通過したというのもありますしね、うん、はい、オール3連隊と来てますね。素晴らしい。そして、はい、2日目3日目と1号艇が回ってきた陰線もどちらも勝ってるので、はい、陰も強しですね、はい、今年の一般戦に限ると、まあ、うん、半年間でいうとね、はい、陰の一着率も 77% もございます。はい、そして大村での陰線というのは、うん、31走連続で2連隊中とにかくもう1、2着にはずっと入ってるっていうような感じなんですよね、はい、モーターの仕上がりも、うん、回り足系統は上々と思います。ただね、はい、モーターがトップクラスではないんですよね。あ、なるほど、まあ、何人か負ける選手はいるけど、うん、インから先に回る展開持ち込めば彼のターンでね、はい、ビュッと回ってくれると思いますので、はい、まあ、逃げ切って、うん、優勝戦1号艇ゲットするぜと。そうですね、逃げてのですよ、ね、流れにつかみたいですよね、はい、はい、ということで11レースはもう新入社枠なり、ね、枠なりと思います。野添選手がね、はい、ね、まあ、4稼働に持ち出しの3対3なのかな、うん、そしてまあ相手探しですよね、はい、運の選手から、まあ、モーターで言えば実はね、うん、3号艇吉田選手が出てるんですよ。大きいですよね、吉田選手。なのに私が無印にしちゃった。なんでですか夜のスタートやろうでしょ、はい、夜のスタートやろう。今節の、ね、S を見ると吉田選手はまあ前半0台連発って、まあ、スタートが、ね、そうですね、早いのいってるから、はい、平均スタート今節は早いんですけど、うん、でもね、もともとのね、自分の持ってるスタートタイミングというのを、はい、見ると、やっぱりこの C56 の外枠勢が怖いんですよね。なるほど。やはり A1 野添選手ね、うん、ここ1番でのスタートが踏み込んできそうだし、はいはい、馬場選手もね、はい、とにかくスタートの早い。スタートタイミングも1、2でしょ？早いです。堀本選手も1、2で外が早いんですよ。はい、ですので、はい、僕のイメージとしては、うん、運の選手に対しては、はい、4番、5番、6番がスタートで襲いかかってくるんじゃないのかなと思ったので、はい、モーター出てる吉田選手をちょっと、ね、うん、無印にしてね、4と5の方に回して、なるほど、で、まあ、運の選手がインから逃げてしっかり行けば、うん、2号手、広次選手もね、はい、足そのもの悪くないんでね、うん、まあ、2コースが刺して推奨できるんじゃないかなと思ったので、はい、残して1番から、はい、まあ、2番、4番、5番って2、3着ちょっと回してみようと思いながらも、やっぱりモーターのいい吉田選手も気になるんでね、うん、はい、やっぱ1、4、3と1、3、4というのは抑えようかなと思って、このようにフォーカス出しました。なるほど、分かりました。という吉田選手なんて ね、初優出がかかりますから ね、今節も。今節は本当、モーターがいいのでね、はい、チャンスだと思います。なるほど。だから本人も言ってましたけど、
S をしっかりと行きたいですね、うん、とは言ってましたね。ね、はい、だからここ1番でちゃんと14でスタート行ければ、はい、吉田選手も気にはなりますよね。ね、吉田に向けて頑張ってほしいですね。やはりそうですね、うん、はい、はい、ということで第11レースの準優勝戦なんですが、八関社の注目レーサー海野幸志郎選手を挙げていただきましたので、まあ、注目レーサーと言いながらもね、なんか当たり前にちょっと言ってしまいましたけどね。ありがとうございます。いいです、いません。はい、ぜひ皆様予想の参考にされてください。それでは長谷さん、続いてのコーナー参りたいと思いますよ、はい、せーの、困った時の長谷田のみ。いやいや、ちょっと待ってよ。今なんかすごいなんかトーンが下がりましたよね。いや全然全然、もう当たってほしい、当たったりって言ったんじゃないんですけど、でもそうですよね。いろいろこう念を込めてみました。本当、私なりにおっしゃる通りですね、本当。ね、はいはい、はい、ですので、もうちょっと今日もね、うん、もう一個のレースでちょっとどっか、どっか2匹目の土壌いないかな、土壌捕まえたいな、はい、そのままね、あの手からスルッといかないように頑張っていただきたいと思います、はい、それでは今日の困った時の長谷田のみのフリップからご覧いただきましょう。さあ長谷さん、困った時の長谷田のみ10レース、ここも準優勝いきましょう。はい、上げていただきました。ここのね、10レースもメンバーちょっと濃いですよね、はい、濃いですね。まあ、B 級は5号艇谷川選手だけで、うん、あとは、ね、はい、A 級選手、まあ、A1、A2 選手がいると、うん、はい、1号艇杉山選手も出足関係がしっかりしてね、うん、いい足、まあ、レース向きになってますね、うん、ただ吉田一郎選手は選手間で評判の伸びなんですね、はい、ただ S して伸びていくんじゃなくて、うん、道中で伸びてるので、ーモーターでなんか道中拾ってるとは言ってました。なるほど。ただ吉田一郎選手には、はい、体感も良くないと、と進んでないと言ってらっしゃいますね、と言いながらも、はい、まあ、オール3連敗ですからね。素晴らしいですよね、はい、コメントとこれが、ね、はい、こうありになってないですけど。そして3号艇住谷選手は、はい、まあ、18%、うん、それを考えたら動いてるけど、はい、ご本人言ってました、正直言うと相手次第ですねって。いい人と戦かっちゃうと足の差がありますねと、はい、うん、4号艇藤岡選手も直線自体は悪くないけど、はい、もうずっと乗り心地が悪いらしいんですよ、うん、そうなんですね。そのあたりがやっぱ道中競った時のね、握る時のタイミングとか諸々に影響があるのかなと、はい、なるほど。で5号艇谷川選手は前傾を思えば良くなったけど、はい、まあ普通くらいじゃないですかと、はい、まあ、6号艇クラニ選手は伸び方から伸びが落ちずに出足も良くなったと言ってました。まあ、でもここはまあ本命は1号艇杉山選手がまずやっぱりモーターの仕上がりがいいのでね、はい、やっぱり本命になると思います、はい、でもそうなれば相手は内側の選手がまあすんなりと追走する形にはなるとは思うんですけ ど、はい、でも正直言うと吉田選手は2コース差し向きの足ではないと思います、はい、で3号艇杉山選手もそれほどね、うん、モーターは良くないと、まあ、彼は S 力もありますしね、はい、4号艇藤岡選手も S 力があるということで、はい、まあ普通に考えれば、うちから1からの2、3、4、これじゃちょっとね、はい、面白くないしね、私としてはね。そうですね。で、先ほど言ったのが、2匹目の土壌って言ったのは、黒柳選手とコンテストね、出した時に、ちょっと絡んでくれたんですよね、はい。絡んでいただきました。で、ここはもう伸びがいいということで、3、4、5番と比べても6番の方がモーターがいいので、はいはい、もちろん6コースは遠いんでね、うん、まあ、展開次第なんですけど ね、 そうですよね。モーター考えればこの6番の黒柳選手がニョロニョロニョロニュルニュルニュルと刺して出てこないかなと、うなぎの土曜の牛の日のだけにニョロニョロ行ってきた、いただきたい、はい、という気持ちも込めてのと思ってね、ちょっとこれモーター考えたらこれ本当ね、素性のね、うん、この33号機はね、はい、いいんですよ。数字はないけど伸びるモーターなので、はい、彼がちょっと頑張ってくれたら、うん、私もなんかうなぎが買えることができるか、ね、美味しいうなぎが買えそうな感じですねと思ってるんですけど ね、 ちょっとね、今のうなぎ高騰化しておりますのでね、はい、ですので、まあ、モーター考え、まあ、6コースなので展開左右もちろんありますけど、うん、はい、モーターではこのちょっと黒柳選手が気になるのでね、はい、ここをちょっと長谷田の目で出してみました。わかりました。ということで本戦の方は、まあ、内寄りの方に印をいただいて1番から2番3番4番の2、3着付けでいただいてるんですが、まあ、ニョロニョロ言ってくださいということ で、 そうです、ね、狙い目では伸び方でも出足を向いてる黒柳選手を上げていただきまして、はい、1前6、16前と上げていただきます。ここは来てほしいですね、ここは来てほしいですね、はい、はい、ということで今日の困った時の長谷田
頼みなんですが、第10レースの準優勝戦を挙げていただきましたので、ぜひ皆様予想の参考にされて第10レースもお楽しみください。さあ本日も一日解説していただきましたのはスポーツ報知の長谷明紀記者でした。長谷さん本日もありがとうございました。